うわすごい具だくじゃん。じゃあ来年一個手放すか。なんか今日はできそうな感じがするんよね。この時みたい気に入ったかもしれん。なんか映画の山見ようみたいじゃない。あ、確かに夫婦の愛が深まったんじゃないかな。どういうことよ。キャンプ場帰ってきました。いいですね。おこもりですわ。広いよね。まだ十分ね、行けますね。こんな広かったっけ。前回はコットをもう2台置いとったけんかな。今ねストーブ帰ってきてすぐつけて、室内が9度の外が2度。あったかいですね、うん、ちょっとずつあったかくなりよる。それ帽子かぶっとるけんじゃないと。そういうこと。耳はあったかい。もうお風呂入ってちょっと眠くなってきたんですよ。ボタンが可愛いです。この影がねやっぱ可愛いよ。下のニューアイこちらですね。一酸化炭素チェッカー。これね説明書忘れたんよ。どうしましょう。スイッチ押すだけじゃなくて、このわからん。あ、ついたついた。お、つきましたね。一番下の 93% が残量やろね。テンプかな。これが9度って書いてある。温度一緒やね大体。でこの CO っていうのが二酸化炭素。あ、一酸化炭素か。ゼロ。だってこれ一酸化炭素チェッカーやけん。で付属品でね、この間言い忘れたけど、充電のね USB-C のがついとるね。とこの吊り下げる紐がついてました。これでかけれるじゃないですか、ね、1個はねとりあえずあっちにつけとんだよ、うん、だけど真上ぐらいでいいんかな。真上ね。こんな感じで天井につけました。はい、2個あるもんなんですよ。早速夜ご飯作っていきたいと思います。ご飯水につけてたんでこれを炊いていきます。かなりつけたんでこれ美味しいんじゃないですか。だって浸水時間が大事って言うやん。確か冬はちょっと長いんやろ。1時間半。今日は2合やけんね。久々やね、このスノピのクッカーでご飯炊くの。強火？弱火？中火？初め強火じゃなかった。あれ忘れたね。ではご飯を炊く間にこっちをしていきたいと思います。じゃん、名古屋名物三和の手羽煮。これもねいただいたものでね、これをお湯で温めたいと思います。ここにインします。いいね、ストーブがあると。入る？ママ大丈夫？ちょっとちっちゃいかもしれん。まあ、しかも2パックやね。そう、1人3本ずつ食べれるよ。あ、そんなに？結構お腹空いてきたよね。ご飯と手羽煮を温めてる間にさらにじゃん、この間キャンプ場で乗車の方からいただいたホルモンを焼きたいと思います。これね、なんか天神ホルモンって言ったよね。俺たちも大好きやもんね。たまに奮発していくもんね。めっちゃ美味しいんじゃないこれ。やばいじゃん、パパ大好きホルモン。焼こう。はい、じゃあやっていきましょう。おいよ、一気に出すよ。うわうまそう。めっちゃいい匂いしてきた。いやー美味しそう。うわこれやばい。せっかくなんでネギかけよう。うわほら見て。よし。うわうまそうですよこれ。完成だよ。で続いては手羽煮できたんじゃない。いくよ。手羽煮か、あんまり食べんね。やっぱ名古屋名物やけ、名古屋の人は結構食べるんかな。うわ絶対美味しいやん。待って、これやばいな。これ絶対美味しいやん。あ、このテリテリ感。これダメだよママ。もう生つばが。うわあ、やばい。うわ、しかもなんか柔らかそう。あとはもう一個はさ、ご飯か。炊けたかな。オープン。綺麗。うわうまそう。あ、いいんじゃない。え、綺麗じゃない。あ、良さげ。めっちゃ成功じゃん。お久しぶり炊いたけどなんかね。てかこのご飯も美味しそう。これでも食べるかと思いきや、こちらじゃん、名古屋コーチン鶏飯の素。これもいただきました。ありがとうございます。これなんか炊けたご飯に混ぜるだけって書いちゃったけ。うわすげえ。うわすごい具だくじゃん。シャン、もう興奮しすぎてシャンいただきました。うわこれ絶対美味しいやん。どれもうまいそうやねこれ。今日のご飯やばいね。簡単なのに豪華。やばい、ね、からママ飯テロなんやけど。ね、あったかいうちに食べたいね。もうだってこれお米から全部いただいたものだよ。いやもうほんと皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあご飯からいただきたいと思います。いただきます。美味しい。これパパ超好きなやつ。うわうまっ。いや俺もっと濃いんかと思ったらちょうどいいね、うん、めっちゃ美味しい。これうまっ。何杯でも食べれるね。うわやっぱ柔らかいよ。いただきますね。美味しい。ほろほろ、もう入らん。本当にその皮のとこも食べたいな俺。あー好きね皮。めっちゃうまいね。じゃあホルモンいくよ。うまい。これもコリコリしてる。うんめえ。どれも美味しい。贅沢やなこれ。ほんとね。ねえ、うまっ。美味しいね。くらくら、ねえ、くらかった。
これがしたかったね、黒黒で。いいよね、やっぱね。黒かっこいい。もう一個欲しかったよね、やっぱね。うん。斉藤夫婦さんと沼夫婦さん。コラボです。勝手に勝手にコラボ。幸せ。なんかこんなに簡単でこんなに美味しいってすごいよね。ただのお湯も美味しい。鍋じゃないけど全然あったかいね、やっぱガス使っとったら。今室内が20度、外が3度。やっぱコマンダー冬も全然強いね。あとあれね、あれがどうなるか。結露？そうそう結露。フライシートしてるけどね。どこまでそれで耐えれるか。前のあのスモアのドルチェロッチも快適やったけど、やっぱ冬ってなったらどのテントがいいもの。え、冬？タスが最近お泊まり行けてないね。あとギリアもね。なんかテントがあるとさ、それが困るよね。あのテントも使いたい、このテントも使いたい、あれ時期逃したとかさ。あんたたちが買ったんやでもちょっと買いすぎたね、でもね、うん、正直テント減らそうとも思ったけど、この間のあれで、うん、うん。でも減らそうと思ったら減らせんの。わかる。どれも減らせんの。どれも手放したくはないよね。そうなんよね。だけどどれも好きなんよね。テントって結構やっぱ勇気いるよね。だってもうそれでできなくなるわけやけんね、泊まったりが、うん、いや、よっぽど使い勝手が悪かったりよ。最初のイメージと違ったら売れるやん。あーね。でもイメージ通りというか全部、いや正直ほんと多分2つぐらいでいいと思うよ。それはもうにしようかちょっと頑張ったけど手放せんやったっていうね。来年1個手放すか。めっちゃ悩むなそれ。本当にテント断捨離するか。やっぱそれぞれになんかね、うん、いいところがあるというか。やっぱタスは唯一の TC なんよ。まあそんな言い出したら全部か。もう唯一のドームテント。そうよそうよ。唯一のロッジテント。こら無理やわ。減らせんやん。みんなどうしようのやろうね。ほら1年前ぐらいか。100万円企画始めますみたいな。だけど1年間で約70ぐらい使っちゃったんや。どう？最初始める前と。こんな使うとは思わんかったね。実際使っても2、30ぐらいで抑えれるんかなと思ったんや、うん。意外と無駄遣いはしてないつもりやったんやけどね。だけど残り30万円です。でも、タープ買うかもっていう話したやん。あと2年ぐらいは持たせたい。もうだいぶ揃ったけどね。でももう買うのない。ないことはないねそうなん。だけどさっきタープもそうやし。ほんだよタープあった。いや今言ったやんじゃあ2024年の目標、残金15万円を目指します。半分。いや1年で15万円。もっと使わんのやないかなと思うけどね。ほんと？いや、うん、ママよ。いつもだいたいキャンプ沼の旅行ってあれ欲しいこれ欲しい。あと洋服。あと、ね、そんな帽子とかさ、そんなモコモコのなんかもういかいか洋服はね気分が上がるじゃん。まあ大事に使っていきましょうね。うん、このにしたから点灯したいと思います。おおお綺麗。うわすごい綺麗やね。やっぱ次はベルクロとのボタン。うわかわいいねこれも。ああなんかほんとコマンダーとボタン、うん、いいですね。よしできた。わあどっちもかわいい。あほんとだかわいい。まるまるしてんね。いいですね。寒いんで焚き火しましょうか。よし今日の秘密兵器こちら、岩谷のガスヒーターつけていきたいと思います。これがあれば最強でしょう。どんだけの実力があるんでしょうか。これは受け皿を入れます。で俺に付けるのおお、ついた。おお、ついたついた。こんぐらい？なんか綺麗ね。あ、もう熱い。あったか。いいよ、ママの方いいよしていいよ。角度変えたいなら角度変えたら。どっちがいいかな。あ、あったかい足元は。おお、いいじゃん。あったかそう。いいいい。じわじわくるかも。あ、よかったね。うん、よかった。ありがとう。じゃあ焚き火しますか。ね、焚き火しよう。久々のこちらのファイヤースターターでつけたいと思います。できるのか。今日はちゃんとしたもんね。なんか今日はできそうな感じがするんよね。いくよ。よっ。あ、ついたついた。フェザー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 。このフェザー、もういいんじゃない。あ、いけるんじゃない。いける。お、いける。ついた、うん、おー、いいじゃん。いい。一発で成功した。え、もしかしてさ、この焚き火台つきやすい、下に穴が開いとるっちゃん。くべるんでしょ。うん。おー、いいね。成功です。イエーイ。目が痛いぞ。めっちゃ高いよ、焚き火。顔がポッポしてきた。いいね、やっぱ焚き火は。うん、この焚き火台気に入ったかもしれん。でかいの売ったね、もう。これなんかポンポン入れれるもん。せっかくユニフレームも売ったのに。まあでも焚き火ね、できてよかったよ、ほんと。これ借りれて完全に入っとるもんと思うよったよ。結
結構忘れ物したね。今回は何を忘れたかな。焚き火台やろ、ハイムのシェラカップ、土鍋スキレットも忘れた、うん、最近忘れ物が続きよね。やっぱ気の緩みよ。いいね、このキャンプ場はちょっと夜景も見えるね。お風呂から帰ってきた時ね、めっちゃ綺麗やったもんね。でも標高もなんか 500m ぐらいって言ったもんね。ただこのここに来るまでのゴドンゴドンみたいなね、超のんびりじゃん。ねえ、まだ9時ぐらいや。寒かったんで、もう中に入ってきましたね。もう零度近かったけんね、焚き火だけやったら寒いね、ちょっとね、もうね。おこもりをしましょうかね。今日はね、ぬくぬく寝るために湯たんぽを温めましょうかね。ストーブの上でしてみようか。よし、行きましょう。よしよしよし、よいしょ、オッケー。おやつタイムとしますか。こちら、じゃじゃん、あんバターリーフパイ。これもいただいたものになります。食べましょう。じゃーん、なんか想像と違った。一個一個大きいね。よ、わうわー、すげー。いただきます。うん、おいしい。好きな味、あんことパイ、バターも入ってるか。あ、おいしいな、これ。うん、コーヒー飲みたい。どうしよう。ほんと確かにコーヒー飲みたくなるね。でも寝る前だけやめた方がいいよね。我慢しよう、寝れなくなっちゃう。パパ、せっかくやけんもんね、コーヒー飲んじゃいましょう。この松さんのコーヒーを使って。このやっぱ甘いお菓子を食うと飲みたくなっちゃうよね。絶対合わないわけがないもんね。まあ寝れるでしょう、今日疲れとるけん。うん、もうすでに眠いもん今ね。お風呂も入ったしね。すげえ匂いが、すごい開けた瞬間。 あ、やっぱ新鮮なんかもしれんよ。かなり一個ずつやけんかな。もう眠そうやん。回しながら寝る。いや、もうかなりの二重顎よそれ。下向いたがいい。下向いた方が二重顎なら。インフルエンザで体重減ったんだけど。いや、多分それ以降かなり食べるもんね。あ、できた。あ、やっぱ一杯分やけ早いね。じゃあ、エビもびっくり。うわ、ほんとだ、めっちゃいい匂いするね。ねえ、めっちゃコーヒー。めっちゃコーヒー。この間あったけど、フィルター臭さをなくすために一回このお湯を粉入れんでするんやろ。なんか、なんか ね、そこら辺はね、ズボラやけんあんまそこまでせんけどね。やっぱ違うんかな。美味しいんかな。いただきます。いいんじゃないですか。こういう感じ。パパこんぐらい好きかもしれん。わあ、結構濃いね。あー、でも美味しい。あんこ食べるか。これこれ、甘みと苦み、うん、うんうん、歯磨きもしたんで寝たいと思います。あ、なんか、うん、気持ちいい。枕ないや、ママ。ママ枕ないや。俺の使えばいいや。ここでいいや。あ、そうな。あ、寝れそう。すっぴんがバッチリ映ってますけど。じゃあパパ次第。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。朝の7時。今ちょっと寝坊しました。でもまだ暗そうだよね、外。なかなか起きれんやったね。電気毛布があったかすぎてね、起きたくないってなってて。ねえ、もうちょっと寝るって思いながら。極楽すぎたね。、うん、もう電気毛布今日で使いよって。めっちゃ暑かったね。湯たんぽ初めて使ったけど、うん、寝るとき、うん、めっちゃぬくいね。びっくりした。こんな暑いんやと思っても、うん、やけどするかもって言ってもね。もう朝には冷たくなってたかな。もう冷めてきたら気づかんでも。そうそうそう、うん、いいじゃん。湯たんぽいいわ、うん、じゃあちょっとお外行っちゃいますか。行こっか。スリッパが凍ってます。凍っちゃってますね。凍ってるね。これ中冷たいんじゃない。私はなんとか大丈夫。これやっぱ中に入れとった方が良かったんかな。ちょっと思ったよね。でも靴箱、うん、でもいいかなと思ってから今度から考えんというかね。ねえ、空気が澄んでますね、うん、そしてやっぱ景色いいね。コマンダーさんはどうですかね。あ、ちょっと全然濡れてない。これ凍ったるんか。あ、凍ったんか。中の結露はすごかったね。垂れてくるまではないけど、こう背中とかついたらピーってね。でも外側全然だね。あれ、これフライシート。あ、するの忘れとる。いや、俺今気づいた。フライシートがあるけんって今言おうとしたら
フライシートないけんこれと思ってフライシートしとるけんね。フライシートしとるけんね。あどこまでそれで耐えれるか何のために持ってきたんって感じや。耐えれたね。耐えれたけどちゃんとあれほらフットプリントした後結構それで満足したよそうやそうや、よしできたって思ったよねまた今度やね、次回やね。全然気づかんよった。とりあえずお入り行きますか。ちょっとね、うん、ちょっとお散歩がてら入り口の方のトイレの方まで来ましたけど ね気持ちいいね。歩きよったら寒さ耐えれるね。おなんか湯気が出よる。お湯じゃないと。あ温泉あるけん。だって今日もし朝治っとったら お風呂入れるって言って。やばい最高じゃん朝から。オレゴニアンのブランケットも使って岩谷のか。ここあったかいね本当。そしてこのさ景色いいね。やばいよね。なんかまた昨日とは違う感じがしてさ、なんか映画の山見ようみたいじゃない。あ確かに。あなんかちょっと赤く見えるね。うん朝日しかもなんか山にちょっとね雪が降っとる。で朝もそんなには寒くないね。なんかさ家におるときはめっちゃ寒って感じるやん。うんキャンプのときなんか耐えれるよね。コーヒー飲む。コーヒー飲みましょうか。飲もうよ。コーヒータイムしましょう。バーハさんはコーヒーでしょう。ああ幸せややっぱ冬のキャンプもいいね。寒いけど気持ちいいね、うん、気持ちいい。風が澄んどる。空気が澄んでる。でやっぱお客さんも少ないやん。やっぱどうしても冬のキャンプは電源サイトが間違いないけね。こういう電源がないところはほんと少ないね。電気毛布なかったら私たちも寝れんかったもんね今日。そうねだけど限られてくるよね、うん、ポタ電があったりとか、うん、頭部が持っとったり、うん、冬の準備にはやっぱお金かかるけどね。そうねそのあったかグッズにね。だけど一回ある程度揃えてしまえばあれやけどね、うん、今日の朝も温泉入れますかね。入りたい。撤収して入って帰りたい。でも昨日で治ったんかな。焚き火すっか。朝焚き火初めてじゃない。したことない。なんか片付け大変かなと思っちゃってどうしても。今日は私がやってみましょうか。お珍しいですね。ファイヤーライター。あいたいって早速あめっちゃやりやすいやん、ね、切れやすいやろ。切れやすい。あのフェザーもしてないよね。やばいやばい出来上がれてる、うん、出来上がれてる。普段せんけんな。ママパパがねでいつもママがヒッヒャってするやん、うん、疑問やったんよ。こうするやん、うん、これでこうしたら多分ねママみたいに熱ってなるんよ。うん下向くけん、うん、だけどもうまっすぐしたらもうずっと別に持っとけるというか、うん、ママがこうするけんあちちちってなる。でこれの好きなところらへんに優しく置いてちっちゃい火を。多分ママ焦りすぎなんじゃないかな。いや先っぽを上に向ける余裕がないかも。あ上向きにしゅってね。上向きあついた。ちっちゃいのほうの昨日朝するかもねっつってあれしゅって残しとったね、うん、はいじゃあ朝ごはんしていきましょうか。今日は竹めぐさんにいただいたこちらのでかいそうめんで乳麺を作っていきたいと思います。もうこれ食べ放題じゃない。こんだけすごいよねこれなんか、うん、立派。何束入っとんのこれ。赤い箱が高級そう。あ、古式手延べ麺。古いやつってこと？古いっていうか、古い。わ、え？あ、え？そうめんじゃない。え？うん。何？うどんだ。ちょっとママ。ママ乳麺しようって言ったやん。味噌カレー煮込み、え、もうこれで完結するじゃん。ママが乳麺って言ったけん、もう乳麺のお口やったやん。もうこれが1個2人前ずつ入っとる。あ、味噌煮込みうどんが2つと味噌カレー煮込みうどんが2つや。あ、ほんとや。パパほら味噌カツ食べれんやったやん。あ、じゃあ具材いらんのや。あ、でもネギ、鶏肉、卵などお好みの具と一緒に煮込んでいただきますとより一層美味しくいただきますよ。あ、だけど、まあ、材料は変わらんっていうね。大丈夫。やっぱ最初はあれじゃない。普通よね。普通やね。普通にうどんだよね。味噌煮込みうどん。やりましょう。やろう。不幸中の幸いっていうんかな、これ。材料一緒でよかったね。まさかのうどん。まずね、水が 450cc だって。シェラカップやっぱメモリあると便利ね。焚き火めっちゃあったかいよね。やっぱ朝焚き火もいいね。沸騰したんで鶏肉入れていきます。うわすげえうまそう。さあ開けるよ。あこんな感じの麺なんや。とりあえず8分っていうか。あ結構長いね。そうとするか。あ
まあこぼれてもね、外やけ。この味噌を入れていきますね。うーわー、すげえ。あ、溢れる。溢れるるるる。わー、美味しそう。結構濃いそうね。何味噌？赤味噌かな？なんだろう。結構濃い。だけやっぱ味噌カツの味噌と一緒かな。あ、やっぱ愛知お味噌があれなんかね。かまぼこを入れていくけど沈んでいく。沈んでいってますよこれ。沈む。さようならですよ。入れれば入れるほど下にいつも1個しか見えてませんけど。そしてネギを。ネギは多めでいいでしょう。もう全部いこうか。贅沢に全部いこう。うわ、味噌煮込みうどん完成です。食べよう食べよう。いただきます。めっちゃ味噌の匂いすごい。わ、濃ゆ、うま、うん、麺ももちもちやん。うわ、俺赤味噌好きなんよ。赤味噌かどうか分からんけど、うん、この濃いやつ、うま。しみるね、そして。これ朝に最高やない、これ。ちょっと細麺のうどんって感じ、ね、やっぱ朝は和食って感じ。うま。うん。いかがで？あの汁多めでお願いします。へへ。めっちゃ汁美味しい。お、飲み上げとんやん汁。え、これ2玉？2玉、1玉じゃった足りんやったね。味噌カツ食べれた気になった？それはまた違うんじゃない。でも味噌カツの味噌ってこんな感じなんかな。昔食べた時濃い感じの味噌やったかな。やっぱね、外でねこうやって寒い中ご飯食べるっていうのないけんね、うん、これもキャンプの楽しみやね。外でしてよかったね今日ね。まあこれがほらテントの中やったらお家って感じやんなんで。それはそれでぬくぬくと快適やけど、ペロッといけるな。替え玉欲しいぐらいね。おかわり。おい。つい多めで。つい多めでね。全部飲み干しちゃう。もうこのまんま飲んだらって感じです。でも昨日食べてから結構時間空いたもんね。朝起きたらめっちゃお腹空いとった。夜食も食べてないというか、まあデザートだけやけん。あ、そうね。どうやった、これ忘れとってん。もも鶏炊き込みご飯の昨日の残りのおにぎりしとってね。いや、これ味噌とめっちゃ合うんじゃない。うん、おいしい。おいしい、冷たい。うん、はい、優勝。おいしい。うん、うん、合う。合うよね。なんかご飯食べに来た感じ、定食屋さんとか。見てください、これ合ってますかね。わからん、見えます。最高よ。はい、最高です。これとさ、このさブランケットで最強コンビなんだ。あったかそうやもん。お耳もついてるけ。顔は全然寒くない。耳痛かったりするやん、全然。あー、気持ちいいね。どうでした、この小さいとか。ここ良かったね。多少値段はするけど、なんかほんと貸し切りって感じ。電源なしと土か。それがクリアできるんやったらいいよね、うん、景色マジ最高やもん。今まで行ったキャンプ場の中でもトップ3ぐらいに入ってくるんじゃないかな。なかなか良かったんじゃないんでしょうか、今日のキャンプは。とこの景色を目に焼き付けとかんと、ね、もう見れんくなる。やっぱね、今もう景色いいキャンプ場を探しみたいなさ。わかるね、うん、なんか普通の区画サイトで少し満足できんくなってきうる、うん、景色がなんか綺麗なとこに行くってなるとすっごい心躍るもん。で、大体そういうところって電源なかったりするやん。綺麗な区画は電源とか作りやすいんやろうけど、こういうところは電源とかなかなかつけないんやろうけん。やっぱ絶景のとこは電源考えん方がいいね。まあでも今日電源なしでね、うん、やれたしね、また、うん、ちょっと自信につながったよね。もうポタ電だけでどうにかやれるなっていうのはね、うん、なかなか癒されましたね。またあれじゃない、夫婦の愛が深まったんじゃない、このどういうことよ。距離が近づいたというか。そうね、そう、そういうことにしときましょう。近づきましたね。気持ち名残惜しいけどね。ね、もうちょっとゆっくりしたいね。うん、片付けて帰る準備しますか。そうですね、ぼちぼちね、うん、よし。撤収を終えて、なんとなんとお風呂が治りました。治りましたね。朝間に合わせてくれました。ありがとうございます。じゃあ入り行くか。行きますか、うん。私たちはこちらの星に入りたいと思います。このカゴもかわいい。よっ、で、ソファーもまたおしゃれ。いや、こっから眺める景色もめっちゃいい。で、お風呂が、うわー、これ入りたかったんやね。で、スチームサウナもありますよ。うわー、すげー。あ、入りたいね。うん、昨日いい匂いする、めっちゃ。ほんと？うん。で、これで内風呂がスチームサウナの横にすぐあるもんね。で、外
外風呂ここにあります。なかなかないよね、2つ内と外、うん、ここにもね水風呂がありますね。でこの景色見渡せるよね。最高じゃん、ね。でこの星は右側に壁がないけん見晴らしがいいって言ったもんね。露天からパリパリ、やばい、パリパリして、おすごい、やばくない、あパリッとなる、これこれが湯の花って言った、すげえ、ほら本当や、めっちゃ気持ちいい、あめっちゃ気持ちいいやん、まだ気持ちいい、うわここキャンプ場、これやばいね、こんなキャンプ場ある、あもう絶対入ったがいいね。これ夜は夜でめっちゃ綺麗なやろね。そうね、うん、この湯の花もなんか不思議な感覚やね。ねえ、なんかこのパリパリ、でも崩れたら溶けていくんかな。あこれ何時間でも入っとけるね。いやこれ2時間いけるよ、だってスチームサウナもあるもん。そうね、うん、でも大体60分やけんさ、あっという間や、あっという間やね。うわこれ撤収後もいいよ。じゃあゆっくり入りましょう、ゆっくり入ろう。へえ気持ちよかったね。気持ちいいね、2時間ぐらい入っとけたね。全然入れますねこれはね、うん、めっちゃ気持ちかった。サウナ水風呂外気浴とりあえずワンセットだけどうにかバタバタしました、整いましたもう体が今ポッポポッポしたもん ねやっぱキャンプ後の温泉もいいね、気持ちいいね、なんかほんと豪華やったね。ねえ、いやよかったよ、最高、やっぱ入れてよかったね。あ入るかどうか迷っとったけど、いやいやこれは入らんと損だよ今回のキャンプどうでした？もう最高やったね、スチール風呂にカフェに絶景、やばいねこの三拍子。もともとカフェと温泉をメインで作ったということでね、もうそれを楽しみに来るだけでもいいよね。いやもう温泉とか最高やと思う。なんでぜひお近くに来た際とか気になる方は来てみてください。本日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメント、よかったらよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。